今回はショアキーパーや椿目当てで名帳を始めようと思ってる人が多そうなので、初心者が何をすればいいのかまとめていきたいと思います。と本編に入る前に、ショアキーパーなどが実装されるバージョンはまだ先ですが、のんきに実装バージョンに始めようものなら大損間違いなしなので、一番大事なのは今ここで始めることです。9月28日までに始めないとクッソ強い無料限定星5キャラがもらえなくなります。ゴリゴリのアタッカーなので初心者にとってはかなりの救いになります。他にも結構なガチャ石や素材がもらえなくなるので、今始めた方がいいです。これは明日までに始めないと最後のがもらえません。さて本編ですが、これが今回の目次になります。それではよろしくお願いします。まず時期関係なく初心者がやった方がいいものをまとめて紹介します。まず一つ目はストーリーをとりあえず6章まで進めることです。ここまで終わらせておくとデイリーやイベントなどいろんなコンテンツが解放されます。と言っても1日で全章やるのはストーリーを全スキップしても3時間くらいかかったので結構大変です。あんまり時間ない人は3章までやるとデイリーと一部のイベントが解放されるので、そこまで頑張ってください。デイリーはランク上げに必要な経験値がたくさんもらえるので、さっさと解放した方がいいです。またネタバレになるのであまり深掘りはしませんが、名帳は主人公が限定並みに強いです。ただこれはストーリーを6章までクリアした時の話です。また配布限定キャラの総利用取得の前提条件にもなっているので、できるだけ早く6章まで進めた方がいいです。ちなみにキャラの育成は適当でもお試しキャラが基本使えるので、ほぼノンストップで6章までいけます。ということで1つ目はストーリーでした。2つ目はデータドックのレベル上げです。これはポケモン図鑑のようなもので、敵を倒した時にドロップする恩害を吸収することで経験値が溜まっていきます。このレベルを上げるとスタミナが増えたり、ドロップする恩害の品質が上がったりします。恩害というのは原神でいう聖遺物、スタレでいう遺物になります。さてデータドックの上げ方ですが、まずは移動中など何でもいいので目についた敵を倒して恩害を吸収するだけでサクサク上がっていくので、詰まるまでそれでいいです。詰まってきたら漂白日記という空ガイドの中にある初心者ミッションのようなものをこなすといいです。これをやるとデータドック経験値だけでなくランク上げに必要な経験値も結構もらえるのでおすすめです。そしてレベル15にしてやっと最高レアの恩害がドロップするようになります。一つ注意なんですが、データドックレベル8でいらない恩害を5つ合成して恩害を作るデータ融合というものが解放されるんですが、これは最低でもデータドックレベル15になってから使った方がいいです。経験値効率が全然違います。というのもデータドック経験値は新種を吸収した時とその恩害の新しいレアリティのものを吸収した時に入ります。例えば初めてグルッポを吸収した時は当然経験値が入りますが、またグルッポを吸収した時にレアリティが水色だった場合また経験値が入ります。そしてこのレアリティで手に入る経験値は上位のものを吸収すれば、それ以下のレアリティのものはすでに吸収した判定になり、経験値が全部入るようになります。例えば緑のグルッポを吸収した後水色、紫のグルッポを吸収せず金のグルッポを吸収した場合、水色と紫はすでに吸収済みと判断され、これらを吸収して入手できるはずだった経験値も同時に入手できます。つまり金の恩害を入手すればその恩害で得ることができる経験値を全て獲得できます。データ融合で生成される恩害のレアリティは現在のデータドックレベルの吸収可能な最高品質を引き継ぐので、これを使うのは金の恩害が出るようになるレベル15からがいいです。ここまで来たら恩害厳選も視野に入れていいと思います。ちなみに金恩害が 80% で落ちるようになるデータドックレベル19はランク40になってから 100% 落ちるようになるレベル21はランクが50必要になります。またこのよくわからない吸収成功率強化効果はボス級の敵を倒した際に恩害がドロップする確率が15回まではその数値になるというものです。これは1週間でリセットされるので15回までは欲しいボス恩害を中心に回っておくといいです。ということで2つ目はデータドックのレベル上げでした。3つ目は先駆条約をレベル3まで上げるです。先駆条約はマップのここにあり、これをレベル3まで上げると探索で役に立つものが全て解放されます。具体的にはレベル1で宝箱ソニャー、レベル2でどこでもワープポイント、レベル3でオルゴール探索が解放されます。先駆条約レベルの上げ方は各地方の探索度を上げることで経験値がもらえるので探索を頑張るだけです。一見めんどくさそうですが、信号灯や観光スポットを回るだけで結構探索度を稼げるのでちゃちゃっとできます。3つ目は先駆条約のレベル上げでした。以上時期関係なく早めにやるべきことでした。次に今あるイベントについてざっと説明します。まず報酬もクソうまい新装空想秘境、あと3日しかないので早くやった方がいいです。ランク17で解放、キャラは育てなくてもお試しが使えるので報酬受け取るのは余裕です。初心者ガイド出してるので概要欄に貼っておきます。
動画は1個前のバージョンですが、流れは同じです。次にこれ、ランク22でマルチと同じタイミングで解放です。ランク22は、ソウリュウ取得までストーリーを進めて、ボス恩外初クリアでもらえる経験値など合わせれば、すぐに到達できます。ただこのイベントは、ソロでやるときはお試しキャラが使えるんですが、マルチでやると使えません。ソロでやると超絶大変だったので、初心者の方は、図太い精神で、マルチ部屋に入ってクリアさせましょう。キックしてきたゴミがいたら、葵ちゃんが責任持ってぶん殴りに行きます。次にこれ、残念ながら今始めても、すべての報酬を受け取れません。1日に20溜まります。ミッション自体は超簡単なのですぐクリアできます。次にこれ、これは1時間あれば余裕で全部クリアできます。お試しキャラも使えるので、育成は不要です。最後はこれ、これはソウリュウ取得に必要なイベントです。ストーリーと並行して進めるんですが、ストーリーの完結とソウリュウ取得の条件は1日あれば余裕で満たせます。ただ、期間限定報酬の方は1日だと厳しいので、報酬が全部欲しいなら今やっとくべきです。今やれば余裕で回収できます。ソウリュウ取得の条件は、このイベントで人気度を6000まで上げるとなっていて、これはストーリーを完結するまでには達成できているので、あんまり気にしなくていいです。私は最後の長めのストーリーを見る前に6000に到達できました。一応注意点としては、時系列がストーリー7章の後なので、できれば7章見終わった後にやるといいです。ちなみに、7章はしっかりやると結構時間かかります。時間はかかりますが、めちゃくちゃ面白いのと、7章クリア後に解放される調理先生のクエストがやばすぎるので、名調義務教育になっています。以上、今あるイベントの概要でした。次にガチャの引き方なんですが、特に工場キャラの中に魅力的なキャラがいなかった場合、この初回限定の初心者ガチャは回さなくていいです。現状どの編成にも入るベリーナは、ゲーム開始と同時にもらった選択チケットで取ればよくて、残りの4キャラは復刻しないといい武器がないのと、そもそも育てる余裕がないので、今ここで取る必要はないです。ここで使わなかった石は、工場の武器を引くのに使ってください。一応、ランク45になれば、好きな工場武器を1本もらえますが、工場の武器で強いのは、銃と陣頭で、両方欲しいので、ここで1本を引いても問題ないです。おすすめは、ガチャで陣頭を引き、主人公に持たせ、選択で銃を取ることです。銃は、鹿に持たせれば、高難度の大きな助けになります。また、工場武器ガチャと工場キャラガチャで、星4キャラと武器の確率は同じなので、工場武器ガチャを引いたからといって、星4キャラが出にくくなるということはありません。武器を引けて工場石が余ったら、工場石は好きに使っていいです。星4キャラ狙うなり、好きに使ってください。注意点として、よほどの貴族でない限り、工場石は、星5で交換しないでください。シンプルにもったいないです。工場石の集め方は、ランク上げで40個、レベルパックで10個、宝箱など開けた時に出る、木片交換で5個、最初のメールで20個など、たくさん、無料で手に入るので、確実に武器は引けます。限定キャラや限定武器は、特に注意点はないので、好きに引いて大丈夫です。個人的には、今は、ソウリュウの武器がピックアップされていて、ソウリュウは、これ以外の武器が重くそ弱いので、メインで使っていくなら引くことをお勧めします。武器はすり抜けないので安心して引けます。ちなみに、名調の石配布量は1バージョン1天井くらいになっています。マップ追加があれば結構もらえますがないと悲惨です。今始めたばっかの人は探索で結構もらえるので、ショアキーパーや椿では運がよほど悪くない限り困らないと思いますが、この先の参考にしてください。ガチャは以上になります。次に、キャラの育成ですが、このゲームは、育成が結構重いので、まず初めに育てたいアタッカーを、1人か2人決めてください。基本的に、そのキャラを中心に育成していきます。ここで重要になってくるのは、スタミナの使い方です。今のランクで強化できる基礎項目をすべて強化できるように、スタミナを使います。基礎項目というのは、キャラのレベル、武器のレベル、スキルツリー、この3つになります。これらの順番は適当でいいですが、スキルツリーの強化にだけ、注意点があります。キャラによって、各項目の重要度が、まるで違うので、自分で調べるなりなんなりして、重要な項目だけ上げた方がいいです。ここでは、主人公とソウリュウだけ紹介します。そして、地獄である、恩外の育成ですが、恩外育成は、早くてもデータドックレベル15、ランク30以上になってから始めてください。それより早く始めても、ほぼ無駄です。名調は、恩外のメインステータスをスタミナなしで厳選できますが、レベル上げとサブステを付与するのに、素材が必要になります。これらは、主にスタミナを使って獲得するんですが、慎重に使わないと、一瞬で枯渇します。おすすめの強化の流れは、こんな感じです。まず厳選したメインステを持つ恩外を強化するんですが、一気に最大まで強化するのではなく、レベル15で止めて、サブステを見ます。名調のサブステは、ホヨバゲーのそれとは違い、決定したら、その数値は変動しません。ただサブステ自体にある程度の振れ幅はあります。これがその振れ幅です。話を戻しますが、サブステを見るときも、一気に見るのではなく、一個ずつ見ていった方がいいです。
許容できないゴミかすなサブスペを2個引いた時点でその恩害は捨てるなど素材の浪費を抑えられます。最近はこのサブスペを見るための素材が完全に枯渇して恩害育成が全くできなくなってしまった人をよく見かけます。この素材はスタミナを60も消費して最大20個しかもらえません。サブステ1個見るのに10個必要なので枯渇したら一巻の終わりです。さて3つサブステを見てまだ許せるものだったら次はレベルを20まで上げてサブステをもう1個見ます。ここまで来て許せたり満足できるならレベル25まで上げて最終的に OK なら厳選成功、許せない場合は次の恩害の餌にします。こんな感じで恩害育成は慎重にやった方がいいです。こんなに大変なのに完全に運なので恩害育成はキャラの基礎育成がある程度終わってから本腰を入れた方がいいと思います。キャラ育成は以上になります。次にサクッとスタミナの使い方を話します。これはシンプルで最優先は育てているキャラの終ボス素材です。これが最初は死ぬほど枯渇します。同じくらい優先度高いのが2倍イベントが来ている場所です。これは経験値も2倍になるので必ずスタミナを上限まで突っ込んだ方がいいです。現在無音符でこのイベントが来ていますがこの時に限りまだ恩害育成すべきでない人でも入っていいと思います。そのくらい序盤の経験値は貴重です。これ以外はキャラの育成状況と相談してスタミナを使えば問題ありません。スタミナは以上になります。最後に課金要素など紹介して終わろうと思います。前提として初回2倍は考慮しない形で話します。まず納税おすすめ度が一番高いのは月パスです。長く遊ぶ予定なら買いです。ちなみに月パスの有効期限が180日以下なら同じ値段の610円の石を買うよりもこっちを買った方が断然お得です。即座にもらえる石の量はほぼ変わらないです。次におすすめなのはバトルパスです。よく見るあれです。ただ報酬の量は私のやっている崩壊スターレールより少ない気がします。プレミアムな方のバトルパスは旅の印というお飾りがメインで気に入ったら買ってもいいと思います。ここでもらえる武器はまあまあ使えますが貫突してもメインを張れるほどではないのでおまけだと思った方がいいです。次にバージョンごとに変えるここにある奴らです。これは実質初回2倍と同じ価値を持っています。2倍が切れた人は次にこれを買った方がお得です。最後はスキルツリーで使う素材のパックになります。これはランクが低いうちは価値が高いですがランクが上がっていくと価値が下がるので買うなら序盤です。課金要素はこんな感じです。次に常設コンテンツでもらえるこの三角みたいなやつの使い道です。まず青い方、これは逆境浸透という原神でいう螺旋みたいなコンテンツで手に入ります。これの使い方で注意してほしいのはこの位相とかいういかにも星5恩害の見た目をしているものです。これは恩害の色やエフェクトを変えるただのスキンです。よほどその恩害が好きなら交換してもいいですが星5恩害がもらえるわけではないので注意してください。基本的にこの青い三角は育成素材交換が優先です。次にこの紫三角ですがこれはホロタクティクスというコンテンツをクリアするともらえます。ここにも位相がいますがここの位相はマジで交換しない方がいいです。好きなら交換してもいいですがこいつらは現状あまり出番がありません。さらに300円とぼったくりです。また今あるホロタクを全部クリアしてもここにあるものは買い切れないのでこいつらの優先度は低くなります。以上紫の三角でした。最後にガチャのところで話せなかったサンゴ交換について話します。なんとメイチョウさん何を血迷ったのか虹色サンゴはキャラの凸素材と交換できます。なので基本的に虹色サンゴは凸素材交換に使った方がいいと言われていますがこのゲームアクションが楽しすぎて無凸の方が満足度が高いと当社費で結果が出ています。私自身1キャラのみ貫突した限定キャラを持っているのですがバカみたいなダメージを出して全てを消し去っていくので虚しさだけが残ってしまいます。現状凸のオンオフ機能もないので凸する際はちょっと考えてみてもいいと思います。なので個人的には虹色サンゴでガチャ石を買うのもありだと思っています。以上サンゴでした。言い忘れてたので続きます。ここはかなりマニアックかもしれませんがアチーブメントで宝箱を350個開けるというものがあります。これは各地で見かけるこの四角い箱も対象になっています。開けてもお金しかもらえないのでスルーしてたんですが今はこれを探す日々が続いています。なので見かけたら開けるようにしておくと後が楽になるかもしれません。以上憎き箱でした。ということで終わりです。ご視聴ありがとうございました。何かあったらコメントください。